はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。で、普段はビジネス書とか、心理学についての本、また英語学習についての本なんかをご紹介することが多いです。で、その他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。で、今日ご紹介する本は、こちらのワンページアットアタイムというタイトルの本になります。で、実はこれ今本と言いましたけれども、中身がですね、まあ、あの本にはなってなくて、まあ、ページをパラパラ開いていくとですね、何か、こういうふうにしてみようとか、今あなたが思っていることを自由に書いてみようとか、あなたが心から好きなものはとか、今時間があったとしたらやりたいことはとかですね、こういうちっちゃいタイトルが書いてあって、その下はもう自分で好きなことを書くというような、内容になってます。なので、普段ご紹介している本とはちょっと種類が違うんですけれども、なんていうんですかね、まあ、自分のこう心を見つめたりとか気分転換に使う、まあノートというか、まあ、そういったものとしてご理解いただければいいかなと思います。で、まあ、これはですね、私が実はニューヨークの近代美術館モマに行った時に、お土産屋さんで購入した本なんですけれども、あの今パラパラっとページご紹介したようにですね、なんとなく面白い内容が多くて、まあ、買ってみました。で、まあ、日々の生活っていうのは、あのこの裏にですね、その、まあ、この本のなんていうの目的っていうか、あのモットーっていうか書いてあるんですけども、まあ、日々の、生活、まあ、日々っていうのは、何か新しいものをあなた自身にこう創造する、クリエイトするチャンスがあるんですよということで、まあ、電話を置いて、まあ、ペンを取りましょうと。で、あなたに、いくらかの、まあ、空間を作ってあげましょう、まあ、要は心にゆとりを持ちましょうっていうようなニュアンスだと思いますけれども、で、まあ、興味の赴くままに、内容を書いてみましょうと。で、1日1ページ、まあ、1日というふうには書いてませんけれども、まあ、1ページそこに何かを書いてみると、まあ、何かあなたの書いたことに対してあなた自身が気づくこと、驚かされることっていうのがあるんじゃないかというふうに書いてあります。で、365ページあるということなんで、まあまあ、やっぱり1日1日っていうのをイメージしていると思いますけれども、まあ、その365個、まあ、あなたがこうやって書いたことっていうのはあなたを励まして、いくでしょうと。で、まあ、この本があなたの、まあ、親友になるようにというふうに書いてあります。さあやってみましょうということですね。で、まあ、あの昨日ご紹介した心理学の本でも少しお話をしましたけれども、人っていうのはこう行動を起こすとですね、まあ、悲しい気持ちから逃れられたりとか、悲しいことを考えすぎないようになるということが、まあ、心理学的に知られているようで、私自身ですね、こう手が遅くなってくるとどうしても塞ぎ込んできたりとか、ネガティブな考えにとらわれてしまったりする癖があるので、まあ、最近この本をこうパラパラっとめくってですね、まあ、ちょっと冗談っぽい内容だったり、まあ、自分がハッとさせられるような内容だったりに、まあ、こう気づきを得ながらですね、日々、まあ、思いついたことをパラパラっと書いてます。で、本当に別に大したことを書く必要はないんですけども、まあ、絵を描いてみたりとか、今コーヒーが飲みたい気分だとか、誰々君に会いたいなとかですね、もう本当にしょうもない内容でもいいです。で、まあ、日によってはなんかもうほとんどこうページが書いてあって、チェックリストの中からこうやってペッ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 って選ぶとかですね、まあ、そういう内容もありますし、まあ、たまには自由に書いてみましょうとか、なんかそんな感じですね。あ、このページ面白いですね。Give me high five ということで、まあ、このページにこうハイタッチしましょうみたいなページとか、なんかこう、あの肩の力抜いて、あの人生を楽しむ上で非常に面白い内容なんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっとこの本がですね、日本でもあのすぐ簡単に買えるのかっていうのはちょっと今このお話をしている時点でわからないんですけれども、あの、まあ、こういうなんていうのかな、自分の中で力を抜くための本っていうのを一冊見つけておくとですね、日々のまあ生活の中で何か行き詰まった時に、まあ面白いんじゃないかなというふうに思います。で、あとはこう毎日そのメモを取るとか何かを書くっていう習慣を決めて守ってるだけでもですね、その自己肯定感っていうのは出てくると思いますから、あのそういった意味でもまあおすすめの本になります。なんならもうあの白紙のノートに自分で何か一日何か日記を書くとか、それだけでもまあ面白いかと思います。そこにまあちょっと自分なりにジョークとか、が効くようなルールとか決めてみるとですね、同じようなことができるかもしれませんね。はい、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。